皆さんこんにちは、てんです。今日はこの DH バープロファイルデザインから出た新商品なんですけど、主にロードバイクとかグラベルロードに装着できるという記載がありましたので、こちらを買ってみました。で、特徴としては普通のまあ DH バーっていうと棒が2本出てるイメージだと思うんですけど、角みたいに出てるイメージだと思うんですけど、これはこういう風に U の字のバーがついてます。で、比較的、まあ、STI レバーとほぼスライチと言いますか、一緒ぐらいの長さ、結構短めの分類になるのかなと思います。まあそういった短めということもあって、ロードバイクでもグラベルロードでも、あと初めて使う方にも、優しいということなんですけど、正直今 DH バー使ったことがありません。なので、あの比較的安全な場所まで行って早速試してみたいと思います。このパッドのついてる位置をね、上下左右にできるんですけど、ここはその最初に買った時についてた位置で固定してます。今日ちょっと漕いでみてポジション出しも兼ねてインプレしてみたいなと思います。着きましたね。信号もなくてまっすぐな道、サイコンはここにつけてます。先端の部分にですね、無理やり結束バンドでつけてるんですけど、こういう感じなのかな。今もう肘までというよりはここですね、ここで受けてる感じになります。このポジションが合ってるかどうかはちょっとわからないんですけど、とりあえず今日はこのポジションで乗ってみたいと思います。もしポジション出しに詳しい方、トライアスリートの方とか分かる方いればぜひ教えてください。じゃあね、走っていきたいと思います。画角がわからない、画角がわからないんですけど、行きたいと思います。緩めたら死にますね。やっぱりこの真ん中の部分ですね、中心のところでハンドル操作もするわけですから、幅広い方がこうハンドルの操作しやすいって言われてますけど、もうその通りで、 DH バーはですね、もうハンドル操作がかなりむずいです。もうクイックに動くっていうイメージなんですけど、なので油断したら事故りますね。落車です。よし、行きましょう。あとできればバーテープ巻きたいな、手のところ。
車と並走してるときは使わない方がいいかも。ここでちょっともう少し練習したいと思います。まあ、乗ってみて今、まあ、こういう感じなんですけど、ここに、なんか私のイメージとしてはもっと肘付近にパッドがあった方がいいかなとか思ったり、そうするとでもこれってその要はどちらかというと初心者向けの DH バーらしいんで、すごく短いから全然長さが足りない。こうなっちゃうんで、ここね、肘がここどうなんですか、これポジション合ってるんですかね。もっと後ろにした方がいいんじゃないかと私は思うんですけど、でも後ろにしすぎるとこう移動がしづらいんですかね、わからんな。こんな感じでポジションが変更できるんですね。ちょうど今真ん中ら辺にあるんですよね。あんまつけたり剥がしたりすると劣化しそうですね。ただこれ替えがあるっぽいんで、うん、こんな感じ。よし、走っていくか。ということでね、初めて DH バーを使ってみたっていう動画だったんですけど、もう率直な感想としては、まず車と並走してるときは絶対に使わない方がいいです。やはりこの先ほど乗ってるときに言ったんですけど、バランスがですね、取るのが非常に大変なんですね。なので、まあ、気を緩むと、まあ、事故につながりかねないので、車や人がいないときに使うべきものかなって思いました。あと注意点としてはやっぱ段差が多いところでは使わない方がいいですね。振動で落車しかけないと思います。ただし、まあ、これグラベル用なんですけど、グラベルロードとかだったらまた話は別なんですけど、はい、太いタイヤ履いて安定して走れますし、こういう細いタイプのロードバイクとかクロスバイクだと、結構段差があるとこだと辛いんじゃないかなと思います。メリットとしてはやっぱりまあ、いろんなポジションができたので、疲れにくいです。あとはまあ巡航速度も出しやすい、体感的には3キロぐらい上がったかなっていうイメージですね。で、まあ、いつもはもうこのね、ドロップハンドルのいろんなとこ握るだけでこうアップライトな姿勢、どちらかというとアップライトな姿勢ばっかだったんですけど、もう DH バーの姿勢ってもう極端にもう今までにはない姿勢なので、まあ、筋肉の分散は間違いなくされるんだろうなっていう印象です。はい、ハンドルね、これぐらいの、まあ、長さ、短いタイプなんですけど、寝物であったらさほど、なんですかね、ハンドリングですね、普段の通常ポジションのハンドリングで影響はないですね。はい、なんなら、
フロントバーバックをつけてる方が影響出てるぐらいですね。 DH バーは全然影響あんまり出てないかなっていう印象ですね。まあ何より見た目が、見た目どうですか？かっこいいっすね。もう自己満足ですけど、かっこいいっす。はい、再婚の位置はここで正解かな。うん、はい、ということでね、プロファイルデザインの DH バーのレビューでした。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。